いつもご視聴いただきありがとうございます。ここはですね、8月に来れなかった南紀白浜です。南紀白浜アドベンチャーワールドに向かうバスはですね、あのように待っていらっしゃいます。3番これじゃないか、名工バスって書いて、もうあれがね、パンダを仕留めに行くバスです。アドベンチャーワールド行ってまいります。白浜駅からですね、アドベンチャーワールドまでは片道300円ですが、まあ、いろんな割引のこの1日フリー乗車券とか2日とかね、こういうものがあります。で、今回残念ながら行けるのは僕アドベンチャーワールドだけなんですが、もうこういう三段壁とか三段壁ですね、まあ、こういったものもね、昔僕あのトレトレ市場であのバーベキューしたこともあったと記憶しております。まあ、こんな感じのパンダがいるバスでね、これからアドベンチャーワールドに行ってまいります。パンダってなんでこんな可愛いんですかね。あの、実は上野動物園のパンダがまだランランカンカンの時にね、見て以来僕生のパンダ見たことないんですよ。白浜に来るのはアドベンチャーワールド2回目なんですが、当時まだパンダがいない時期に来ておりまして、そういった意味で楽しみです。とうとうやってまいりました。白浜のアドベンチャーワールドに到着いたしました。ここは出口のとこなんですけどね、パンダの親子がこのようにお出迎えをしてくれます。本当にね、8月9日に来るはずだったのが、まさかの台風のために電車がストップして、泣く泣くね、和歌山で引き返したということで、それ以来ね、まさか今年のうちにリベンジが果たせるとは夢にも思っておりませんでしたが、気になる入場料はこんなもんです。改めていつもご視聴いただきありがとうございます。ここは和歌山県南紀白浜、白浜にある、白浜アドベンチャーワールドです。平日なのでね、そんなに混み合ってはおりません。まあ、時間も今12時前、お昼前なので、で、この場所はですね、もちろん以前、あの、僕も2回来たのかな。家族で来たのと、まあ、当時お付き合いしていた女性の方とね、来たわけなんですが、その時はどちらもね、あの、パンダがいない時期だったので、今回パンダがいる白浜に来るのは初めてですし、多分ね、22年ぶりぐらいのアドベンチャーワールドになると思います。で、以前ですね、この場所でスーツさんが動画を撮影された時は、確かね、あの、最長往復切符か何かの旅の途中で寄られたので、日程に余裕がなく20分ぐらいの滞在でですね、お帰りになられたんですよ。なので本当にね、あの、駆け足で動画出されていたのを、あの、僕はずっと気になってたので、まあ、もしよろしければ、ちょっとゆっくりめにね、まあ、時間的には2時50分のバスに乗れば、帰れますんで、2時間ぐらいは時間的には余裕があります。ということで、白浜アドベンチャーワールドからこの動画はお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。人をくぐった後に、
はね、あの2時50分のバスで折り返し、また大阪市内に戻るんですが、周りはね、温泉があったり、夏場は海水浴場があったり、それとか風光明媚な名所があったりしますので、宿泊で白浜にやって来られる方も多くいらっしゃいます。東京からですと日に何便か、ここからかなり近い南紀白浜空港というところに飛行機も飛んでいますしね、関西大阪方面からは黒潮号で、2時間ぐらいで来れる場所でもありますんで、立ち位置的にはね、東京から見ると伊豆とか、そういう感覚になりますね。あれ、パンダってどこなんだろう。とりあえずパンダをね、見たいんですよ。ブリーディングセンターって。あれ、でもね、僕怪獣が好きなんですよ、怪獣。ギャオーの怪獣じゃなくて、アザラシとかね、トドとか、そういう海の生き物が、ちょっとそれをね、最初に見に行こうと思っております。3番パンダは向こうにねいらっしゃるようなので、ちょっと向こうになんだ人が結構集まって、また後で、パンダラブって書いてるんでね、パンダにちなんだ何かがあるんでしょうけど、でもねちょっと気になるんでね、皆さん撮影されていらっしゃるので、もういた、嘘、もうちょっともう早速1回目のね、いやー、いました。サイヒンちゃんというメスのパンダちゃんのようです。ちょうどね、白浜のパンダはこの必ずねヒンという名前がつくようになってます。大阪市内の朝の寒さとは打って変わってですね、おそらく今白浜14、15度ぐらいありそうな感じなんですよ。気持ちよさそうにお昼寝をしていらっしゃいますけどね。上野のパンダはガラス越しにしか見れないところじゃないですか。こうやってお腹も動いてるんです、息をするときに。スーツさんがご覧になったパンダは、うわー、でも動く。中に人が入っているんじゃないかというぐらいね、でんぐり返ししたり、雪から落っこちてみたりとかね。でもこれはこれで可愛らしい。うわ、この白浜のアドベンチャーワールドはですね、もうパンダが次から次へ生まれるということで、本場中国のそういったところからもですね、視察に来られたり研究対象にされたりということでね、非常に世界でも有名な動物園だそうです。大阪から2時間半、東京からでも飛行機を使えばおそらくね3時間までには来れると思いますんでね、上野以外にもこういったところにパンダが暮らしております。おそらく東京で見るパンダよりは全然この、なんて言ったらいいんですかね、色もちょっとね動き回ってますから、泥がついてるって言ったら失礼になるかもしれませんけど、ジェットコースターの完成。うわよく乗るわあんなの。すいませんね。
まあ、パンダはまた後ほどゆっくりと撮影させていただきます。じゃあちょっと次にね、今日もまあ、平日なので、まあ、普段どれぐらい混み合っているかが、まあ、土日とかは相当ね、もうコロナも一旦収まりつつありますし、にぎわってるんじゃないかと思いますが、今日白浜の休園日が、まあ、この時期火曜日と水曜日なんです。またホームページでもご覧いただいて確認していただけるのが一番確実なんですが、まあ、連休明けの木曜日ということで少し混み合うのかなと思ったんですけど、まあ、そんなにね思っていたよりは混んでなかったです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今ですね、白浜から戻りのパンダ黒潮号に乗車中で、その車中でですね、今動画の編集を行っております。でストレージがねとにかくパンパンなんで、上げられそうなやつからどんどん上げようと思っております。で特にその鉄道系バスの乗り物系のやつは順序立ててやった方がいいと思ってるんですが、もうすでに一つアップロードして、まあ、いつでも公開できる準備を、まあ、パンダの短い動画をねしております。で、まあ、次、今、編集している動画を、まあ、白浜アドベンチャーワールドからの動画1本目としてご紹介させていただいて、あとは、ま、個別にね、まあ、そんなに長くならない程度で、配信しようと思っております。もう全部まとめるとね、本当に大変なことに時間がなりそうでしたので、何回かに分けて白浜編はお送りいたしますので、白浜アドベンチャーワールドの模様というのも、まあ、ぜひお楽しみいただければなと思っております。なので今回の動画は以上とさせていただきます。引き続きどうぞご視聴、またご登録などしていただけたらありがたいです。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。